阪神ファン、集合。湯浅はもう心配ないな。西がよう粘ったな。親父狩りで草生えた。湯浅やべえな。先頭出すとエンジンかかるのに今日は余裕すぎるわ。まあ今の巨人に勝ち越せないときついわな。自滅しすぎやし去年から。全然強い野球してないしフラストレーション溜まってるけど勝ってるな。強いのか？なんだかチランマに勝ってるってええことやん。不幸のエジー2試合連続ホームランでヒーローになれない。勝ち越し嬉しいな。ノイジーと王子の日や。湯浅完璧なのはエンヤが打線もうちょい点取って楽な展開にしてくれ。